はい、皆様こんばんは。 Welcome to RMPG Dope Station。 今週RMPG Dope Station が始まってしまいました。よろしくお願いいたします。引き続きですね、緊急事態宣言中ということもありまして、私たちリモートでの生放送となっております。はい、本日はですね、はい、リーダーのリキアさんがですね、諸事情により、ちょっとお休みをいただいてまして、僕山翔と、こいつでお送りしたいと思います。宇田川です。はい、川は宇田川だ。はい、今週のコーナーはですね、はい、ランドブが注目してほしいアーティストを紹介するコーナー、ランドブマンスリーピックアップをお送りしてまいります。今月はなんと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 クラシックのレジェンドナーズをピックアップしてまいりますよ。楽しみね。これはね、楽しみですね。はい、はい、そしてですね、特別企画として、まあ、新コーナーにしていきたいというか、これからね、いろんなゲストとか来た時に、はい、まあ、聞けるんじゃないかということで、これ僕が提案したんですけど、ライブ前に聞きたい一曲っていうのを僕ら二人で選曲させていただきました。はい、そしてまあ、さらにエンディング楽曲は先日、うん、配信されたですね、ザ・ランページ from Exile Tribe の新曲 Living the Dream を応援したいと思います。ということで、ぜひ最後まで聴いてください。ということで、これちょっとね、今週リキアさんいないんで、はい、そうですね、まあ、初めて、多分2人でもう放送っていうのが多分初めてですよね。別にリキアさんいてもいなくても、だからランドブ史上初めてですね。いや、ほんまに後半15分黙ってる可能性あるんですけど。オーマイゴッド、そうはさせないぞ。なんかちょっと台本通りに行きすぎると。そうですね。ああ、ジュンさんありがとうございます。はい、だからね、せっかくでね、はい、トレンドというか、まあまあまあ、ね、ちょっとね、リキアさんの分もリスナーさんのみんなで盛り上げていきたいですね。いや、出たいですね。いや、もちろんです、うん、皆さんどしどし、つぶやいていただきたいんですが、番組公式ツイッターアカウントは、うん、これ@rmpgdope_ですね、うん、こちらの方ぜひフォローよろしくお願いいたします。はい、ということで、早速ですね、もうおすすめ楽曲の方紹介してまいりたいと思いますよ。おっす。じゃあまずは山千穂さん、お願いいたします。はい、はい、まさか僕が1曲目に楽曲紹介をするとは思わなかったんですが、本当ですよね。まあ、みんな大好きウィーケンドの新曲ですね。あ、もう大好き。はい、持ってきました、はい。まあ、ちょっとね、僕らの緊張伝わってもあれなんで、1曲目もいっちゃいましょう。はい、早速いきます。皆さん聞いてください。 The Weeknd で Take My Breath です。どうぞ。 Breath Breath。はい、皆さんに、1曲目お届けしたのは The Weeknd で Take My Breath でした。 Feel good。 気持ちいい。これはちょっと、これはちょっとやばいのやっちゃってますね、山千代さん。ね。はい、まあ、Weeknd って言ったら、まあ、最近ね、はい、Bring the Lights でも、まあ、そのトラック調とかはもう80年代の ね、あのディスコポップな感じがするんですけど、はい、まあ、結構これってどっちかというと、僕の聞いてる限りだと、うん、めちゃくちゃなんかインスピレーション、はい、マイケル・ジャクソンなんですよね。あー、わかる。そうなんですよ。なんか歌詞の言い回しとかもそうなんですけど、うん、ちょっとなんかこう、なんていうんですかね、今のなんか、まあ、ヒップホップとかそういう音楽シーンではないような、うん、結構なんかドストレートの言い回しだったりとか、なんかちょっとこうファンタジーにも感じれるんですけど、結構ストレートな歌詞がなんかすごい見てて、まあ Take My Breath って言って、なんかまあなんていうんですかね、こう私をこうときめかせてみたいな感じの意味なんですけど、はいはいはい、なんかずっとこうなんていうんですかね、女性とウィーケンド本人がこう追いかけっこをしてるような、なんかね、そういうなんかこうバーって歩き回ってるような、なんかまあ疾走感もありつつ、ありますね、まあ、セクシーさもあるような曲なんで、まあ、これ聞いた時にもうこれはちょっと乱読でリスナーに聞かせるしかねえなと思って持ってこさせていただきました。はい、もうドライブとかで聞いたら最高ですわ、これ。間違いないですね。高速道路とかでドア開けて風になびかれながら聞きたいもんですわ。はい。はい、間違いないですね。はい、はい、ありがとうございます。ウィーケンド、制作中のニューアルバムがあるらしくて、まあ、この曲をね、なんかまあいきなりバコンって出したら、もう次のアルバムが、まあ、また楽しみになるんじゃないかなっていうことで、まあ、これからね出る新たな曲にも注目していただきたいなということで、はい、僕の1曲目は The Weeknd で Take My Breath でした。ありがとうございました。
いやいや、とんでもないです。いや、いい月曜の始まりですわ。はい。いや、結構ね、いきなりパコン上がったね。いやー、行きましたね、パコン行きましたね。まあでも、音楽大事。山椒さんがいたということで、私もちょっと上げな曲っていうか、あの、ファイヤーした、私自身がファイヤーした楽曲を持ってまいりました。あら。結構ですね、この楽、あの、私がレコメンドする楽曲はですね、自分がもともと 90s だったり、その古いクラシックのヒップホップだったり、黄金期のヒップホップが大好きなんですけれども、その時にコラボした2人が、またこの令和になってまたコラボするという、ね、ちょっと胸熱な楽曲になっておりますので、はいはいはい、聴いていただきたいと思います。それでは早速いっちゃいましょう。Nas で Nobody featuring Miss Lauryn Hill. Come on, yo!はい、ただいま皆様がお聴きいただいているのは、なぜで Nobody featuring Miss Lauryn Hill でした。はーい、あー、もうこれは痺れますよ。あのクラシックファンからしたら、あの令和もう2021年ですよ、うん、2021年にこのクラシック感が出せるのはいないんじゃないかなって思いますね。あこんだけトラップだったりドリルだったり、うん、いろんなものが流行ってる中でこんなストレートに、このクラシックをやれるのは本当にナズとロリンヒルしかいないんじゃないかなっていうくらい、素敵な楽曲になっておりまして、ナズが、ねはい、先日リリースしたニューアルバムキングズディズイズ2の中でも特に注目された、本当に注目されていたトラックがこの楽曲ではないでしょうか。その理由として先ほども言いましたが、今回2回目のコラボなんですね。ローリンヒルとの、コラボが2回目。2人は1996年、私が生まれる1年前にナズが出したセカンドアルバム It Was Written に収録された If I Ruled the World でカッコイマジンだとカッコ閉じる以来の共演となりました。はい、はい、ありがとうございます。いやー、これはやばいですね。しかもローリンヒル、うん、まあ名前聞いたことあると思うんですけど、そうね、そうね、うん、あのローリンヒル自体もあのフージーズっていうもともとブロックパーティーとかに出てた、グループに所属してて、うん、ソロになった後に、Killing Me Softly っていうか Sorry My Pain in Spring っていう名曲がありまして、それとかも本当に名曲なんで、はい、ぜひあのこの楽曲以外もあのナズもそうですけど、ローリンヒルの方もぜひぜひチェックしていただきたいなと思うでございます。はい、はい、ということで、ここで皆さんからのつぶやきを読んでいきたいと思います。見ちゃおう。はい、見ちゃおう、見ちゃおう。見ちゃおう。ちょっと、カッコ、カッコ閉じるに反応してる。カッコ閉じるに反応しすぎじゃないか。他のコメント探し中だよ。ツイッターネーム、すしきさん。ムードがあるおしゃれな曲だなっていうね。いやー、本当に、あれですね。うん、昔の曲なんですけど、一周回って今もチルっていうあの言葉が流行ってるんで、そうね、そうね、感じる人もいるかもしれないですね。うん、うん、あとは、かもちさん、ナズのアルバムどの曲も聴いてて音が心地よかったなっていう、うん、もう先取りしてる人もいますよね。さすがでございます。そうですね、素晴らしい、素晴らしいですね。はい、ということで皆さんどんどんこれからですね、はい、ハッシュタグ RNBG アンダーバードークを入れて、うん、ツイッターつぶやいてください。目指すトレンド入りということでお願いします。お願いします。はい、ということで、次のコーナーでは、先ほど流したナズをたっぷり、紹介していきますのでお楽しみに。ということで、それではここからラウンドアップマンスリーピックアップに行きたいと思います。しっかり言えましたね、素晴らしい。ありがとうございます。もうなんかもうセリフが来る前の翔平がもう画面の中で揺れまくって2ステップ始まるんで、セリフ来る前そわそわしてる。はい、ということで、ランダムマンスリーピックアップ、まあ、いつも力也さんが読んでいただいてるところ今回僕が読ませていただきます。はい、毎月第3週には、今話題のアーティストを改めて紹介していく企画としてランダムマンスリーピックアップをお送りしています。うん、今月紹介するアーティストは、先ほどね、かかりましたニューヨークはクイーンズ地区出身のナズでございます。はい、はい、ナズのプロフィールは、1989年にデビューして、皆さんもご存知の通り先日には13枚目のアルバムとなる、はい、近月、ディジーズ2もリリースと、未だに最前線で活躍しているレジェンドです。うん、はい、ブルックリンに生まれて家族と共にクイーンズへ引っ越したことがヒップホップにのめり込むきっかけとなったそうです。ナインティーズのヒップホップクラシックでありメインソースの、
レイブアットザバーベキューにフューチャリングで参加したことで一気に業界から実力を認められ、うん、ナズのファーストアルバムのためには当時のオールスターともいえるプロデューサーが勢ぞろいしたということで、そんな1994年のリリースのファーストアルバムイルマティックからまずはこの曲を聴いてください。それでは早速いきましょう。ナズで It Ain't Hard To Tell です。どうぞ Check this out。 Wow。はい、ということで皆さんに今聞いていただいたのはナズで It Ain't Hard To Tell でした。おー、うん、俺やっちゃってましたね。ですね、やっちゃってますね。裏でなんか鳴っちゃってましたね、これ。これはマイコー先生のなんか鳴っちゃってましたね、これ。ヒューマンのネイチャー使ってましたね、これ。ヒューマンのネイチャーサンプリングしちゃってましたこれ。ね、分かる人には分かったかもしれないですね。うん、そうですね。うん、つなぎとしては完璧だったんじゃないですか。半端ないですね。はい、いや、いいですよ。どんどんいきましょうか。うん、どんどんいっちゃいますか。はいはい、続きましての楽曲ですね。このアルバム、はい、さらにセカンドアルバムですね。It Was Written の成功によってラッパー、特にリリシストとしての才能を高く評価されたナズは、その後 R&B 路線へのフューチャリングもこなしつつストリートな曲を次々と、ヒットさせていくラッパーとなりました。次にナズの名前が再び上がったのは2006年にリリースとなった8枚目のアルバム Hip Hop Is Dead。 これはもう有名ですね。Hip Hop Is Dead ではないでしょうか。ということでタイトル通り、ナズはこのアルバムでヒップホップはなくなってしまったんじゃないかと、警笛鳴らしたんです。ですがこれは商業志向になりすぎたシーンを心配してとのことで、結局はナズからの愛だったということで、早速紹介したいと思います。ナズで Hip Hop Is Dead フューチャリング Will.i.am です。お聴きください。 Check this out。ただいまお聴きいただいているのは、ナズでヒップホップイズデッド、フューチャリング、ワオでした。こう、熱いですなぁ。もう、後ろのあのギターサウンドやばいですね。デン、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 デン。これも熱いですし、ところどころで挟まるこのアパッチの、あの、パリオリンピックで、ブレイクダンスが、あの、公式種目になるんですけれども、この、はいはい、元になってブレイクビーツというものが、あの、アパッチだったり、その辺から、クールハークとか、その辺から来てるんですけど、そのちょっとブレイクビーツなども、ところどころ、入れてくるとこが、この2006年リリースなんですけど、うん、この頃はもう斬新な、この頃出したにしてはめちゃくちゃ斬新だったんじゃないかなと、はい、思われますね。そして歌詞の方もまあヒップホップイズデッドということで、イメージもめちゃくちゃかっこいいですし、うん、楽曲もめちゃくちゃかっこいいですね。さすがな、間違いない、素晴らしい。はい、まあこの年代の多分 Will.i.am を聞くと、多分このギターサウンドのベン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 とかが、あのちょっと、あ、ブラックアイドピーズっぽいなとか思ったりすると思うんで。ブラックアイドピーズも全盛期あれですもんね、2000何年とかだから、うん、ぜひね、それも合わせて聞いてほしいなって思います。はい、まあそんなね、こう長い期間を経て、あのヒット曲をバンバン出してる、そしてね、ヒップホップのなんかこうなんていうんですかね、先駆者でもあるナズはですね、リリースのない期間でも、ヒップホップを語る上でも外すことない、外すことのできないレジェンドラッパーとして確固たる地位を確立していきました。うん、そこに来て、2020年のアルバム King's Disease でついにグラミー賞を初めて受賞。すごいですね。その続編としてリリースされたアルバム King's Disease 2も、必聴のアルバムと今でもシーンを騒がせております。はいはい、そしてですね、まあ、最近の、話題で言うと DJ キャレドのアルバムではですね、あの昔あの一悶着あった JZ さんとね、あの同じ曲にいいです、ね、はい、参加したことでもファンを驚かしたりしたりですね、まあなんていうんですかね、こう長い期間を経てあの二人がこう 共演したことによって、なんかこの昔からのファンもなんかちゃんとヒップホップで生きてるというか、そういった楽しみ方もね、できると思いますので、ぜひ昔の曲も聴いて今の曲も聴いてみたら、あの今そういうのが多分できる時代なんで、それをして楽しんでいただきたいなと思います。うん、間違いない。まあちょっとね、こう若手ではないので、結構クラシックだったりコアな、はい、あのファンの方が多いと思うんですが、ぜひランドブリスナーさんの方にはですね、はい、これからもですね、大人なヒップホップを、楽しんでいただきたいなと思っております。お願いします。ということで最後はこの曲で、いきましょう。ナズでレアです。どうぞ。はい、ということで皆さんに最後にお聞きいただいたのはナズでレアでした。いやもうどんだけ首を振らせるんだって話です。はい、やばい。
間違いないですね。ここまでね、あのナズの歴史を、語っていきましたが、ぜひ皆さん他にもいっぱい曲ありますので、ぜひチェックしていただければなと思います。はい、よろしくお願いいたします。ここであの5秒だけ時間をください。一つだけ、はい、あの気になったツイートが、渡辺さん待って天今起きた最悪だ丸めっちゃ出遅れた遅刻魔の俺が言うのもあれだけど遅刻厳禁だということで、以上マンスリーピックアップのコーナーでございました。皆様ぜひチェックしてみてください。それでは後半戦参りましょう。さて、ここでは2人でお届けするのは初の試みとなりますが、共通のテーマで1曲ずつ選曲してみました。そのテーマはですね、先ほど言いましたライブ前に聴きたい1曲です。それでは山千穂さん早速言っちゃってくださいよ。はい、ライブ前にですね、まあ、僕は絶対これ聴くんですよ本当に。あのもう初めてのホールツアーぐらいかな、もう4年前ぐらいじゃないですか。じゃあ、はい、もう本当にそうですね、ちょうど本当にこの楽曲が出た時からずっとこう大事な時には聴いてる曲 で、まあ、知ってる人もまあたくさんいらっしゃると思うんで、うん、多分1回かけたかなっていう感じなんですね。かけましたね難読でも、はい、なんで、まあ、もう1回ね、あの今実際ね、はい、僕らもこうそういういろんなところにこう戦いに行く場面が多いので、ぜひ皆さんも聴いてほしいなと思います。それでは行きましょう、はい、僕がライブ前に聴きたい1曲です。ハンニャさんのあの頃じゃねえです。どうぞ。はい、この曲はですね、ハンニャさんのあの頃じゃねえっていう曲なんですけど、まあもうリリック聞いたらわかるでしょうこの意味がっていうぐらい、あの僕の心にぶっ刺さるような曲で、刺さりますよこれ。いやもうあの頃じゃねえっていうのはもう昨日の自分じゃねえみたいな感じで、あのビビってる自分はもういないよっていうことで、はい、今までねこう、まあ、僕らで言うとファンの皆さんと、あの歩んできた道のりだったりとか、まあ、スタッフさんとのこう関係とかをね、なんか全部こう照らし合わせて、そのあの気合入れやってからさ、はい、みんな台下に行ってお願いしますみたいな感じで、ステージ台下でこうメンバー同士でこうあのシェイクハンドしてレッツゴーみたいな感じの時にもう聞いて全部を、あの時聞いてるのか、もう全部出して台下で聞いてるんですね。なるほど、そうそうそう、でそのままステージに上がって、これを気合入ろう、もう本当にやばいですね。マジであのボクシングの試合であのチャンピオン取る前の選手ぐらいの感じの気合になりそうですね。そう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 、ベルトかかってるぜこれからぐらいの時に、うん、で実際にハンニャさんがあの武道館でもこれ歌われてるの俺生で見に行ってて、生はやばい、そこでもうそのハンニャさんの覚悟とか全部こう目の当たりにして、うわやばいなってなって、自分もそういう人間とアーティストとしてステージに立ちたいっていう時、まあ、聴いてる曲ですね。はい、まあ、このアルバムはですね、2016年にリリースされたグランドスラムっていうのが、入ってるんで、ぜひ他の曲もたくさんあるので聴いてほしいなって思いますね。はい、ちょうど、まあ、ヒップホップならではの、うん、自分の生い立ちとかをね喋ってる歌なんで、ぜひ皆さんも、まあ、その生い立ちじゃなくても学生さんとかもすごい刺さると思うんで、そうですね、ぜひそういうチャレンジの時とかに聴いてほしいなって思います。やっぱりあの洋楽じゃなくて日本だから、皆さんも聴きやすくて、すごく一つ一つの言葉が刺さっておりますね。おお、ありがたい。やっぱリリックとかもすごいピックしてたりもしますね。はい、あの10対0くらい不利だぜっていう言葉だったり、うん、いろんな言葉みんなピックしてますよ。いや、ぜひね、皆さんも気になった方は、聞いてほしいなって思います。ハンニャさんで、あの頃じゃねえでした。いやー、暑いですなぁ。暑い、暑い。めちゃ暑いのを山椒さん持ってこられたんで、私、大丈夫かなと思ってるんですよ、次の曲。いいじゃないですか。あの、ちょっと方向違いかもしれないですけど、いや、いいじゃないですか、いいじゃないですか。タイムリーな感じで、うん、じゃあ、山椒さんが、ハンニャさんのあの頃じゃねえを紹介したということで、次、私、早速行きたいと思います。はい、のまあ、あの仙台公演、はい、あの仙台公演やりましたけど、あのその時にアップルームで、うん、あの実際聴いてた曲で、あの、はい、一緒に聴いてたメンバーがあのランページのパフォーマーのリュウくんなんですけど、彼のマミーがあのモナ&リ
もあ、危ねえ、言っちゃった。名前言うな、名前言うな。名前言っちゃったよな。っていう名前なんですけど、あの、うん、その、龍の母ちゃんがなんか好きそうな曲をアップで流そうよみたいになって。で、ちょうどやっぱ2000年の初頭だったり、で、自分らがちょうど小学生だったり、中学校上がらないかぐらいに流行ったヒップホップだったりをすごい聞いてたんですけど、はい、その中で、うん、うわ、懐かしいこれってなってめちゃくちゃ上がった曲が、はいあったんですよ、つい先日、うん、なんで皆さんにも共有したいなと思って本日持ってまいりましたのでぜひ聞いてください。それでは参りましょう。 Black Eyed Peas で Like That Featuring John Legend Q-Deep and Talib Kweli and Sheer Green。 いっぱいいるな。 Let's get it。 、ただいま皆様にお聞きいただいているのは Black Eyed Peas で Like That Featuring John Legend Q-Deep、タリブ・クエリ&シール・グリーン多いなでした。はい、ブラック、あ、まあ、あのこのブラック・アイル・ピーズの Like That はですね2005年にリリースしたモンキー・ビジネスに収録されている楽曲です。いやもう本当にこれきっと懐かしいなっていう気持ちなんですよね。親父とかが本当に CD とかがあの CD とか MD の時代、うん、CD に移行したぐらいの時代かなに親父がすごい車で流してた、記憶があって、他にもあのパンプイットだったりフィーリットだったり、あ懐かしい、本当にあのもうあのテレビ番組とかでのサントラとかで使われるぐらいの、あ確かに確かに、いっぱい本当に入ってたりするのがこのモンキービジネスなので皆様に聞いていただきたいですし、このフューチャリングの皆さんも結構あの豪華で、うん、ジョン・レジェンドは今年のあの開会式の開会式であの、うん、映像で歌われてる方でもありますし、うん、あの自分が大好きな Tribe Called Quest の、メンバーで、はい、あったりしますので、本当なんかクラシックで頑張ってた方々も、一緒に共演されてて、昔子供ながらに聞いてる時はあの全然知らなかったですけど、うん、今聞いたらうわマジかこの人たち参加してたんだっていう感じで、あの発見も仙台で、うん、あったので皆様に共有したいなと思って持ってまいりました。はい、はい、まあ、改めてブラックアイドピーズ本当に名作多いなと、ブンブンブンガルゲッケとかあの結構ダンスコンテストとかあの自分らがダンサーストリート時代とかコンテスト出てる時に本当にダンサーがみんな使ってたような名曲いっぱいあるんで、ブラックアイドピーズでとりあえずあのストリーミングのサイトとかで調べてもらったら本当に名曲だらけなのでぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思います。はいはい、ありがとうございます。でででてえのつらいてえのもう本当ノリがすごいんですよこれ。本当ライブ前もね、あのその龍の母ちゃんの、うん、あの好きそうな曲っていうちょっとふざけた話題ではありますけど、本当にあの乗れるような楽曲なんでね、はいはい、ぜひ、ね、いいですね。あのまたシャープ RMPG アンダーバードープでいろいろつぶやいてくださいよ。うん、お願いします。お願いいたします。いや今日はもう首振りまくりですな。間違いないですね。でもちょっとここでチルに入っちゃうかもしれませんね。おっと終盤にかかって寝かしにかかります。いいですか、もう今日はあれですね、はい、山翔平ナイトということで。おお、ここで来ました、はい、終わる前15分前に来ましたよ。すぐターンが回ってはい、早速いきたいと思いますが、はい、僕の3曲目ですね、選曲3曲目はですね、はい、あ、ちょっと新しく見つけたアーティストがいまして、スノー・アレグラさんっていうね、あのスウェーデン出身のシンガーさんがいるんですけど、はい、まあ、先ほどの、ウィーケンドの曲がね好きだった人は、まあ、絶対好きっていうことで、はい、ちょっとなんかこうもうなんていうんですかね、またオルタナティブ系の曲を持ってきたんでちょっとゆっくりしていきたいなと思います。はい、それでは聴いてください。スノー・アレグラでネオン・ピーチフューチャリングタイラー・ザ・クリエイターです。どうぞ。花粉症には気をつけよう。なんでアレグラ。はい、皆さんに聴いていただいた曲はスノーアレグラでネオンピーチフィッシャリングタイラーザクリエイターでした。気持ちよくなってきた。気持ちいい。これはいいですね。9時47分に気持ちいい。まあ今日はちょっと僕はあの80年代、まあ、ポップ縛りということで、あのまあハイネさんはまた別ですけど、まあ、持ってこさせていただいて、まあ、ウィーケンドとセットでこれも聴いていただきたいということで持ってこさせていただきました。ぜひ気になった方は、このアーティストチェックしてほしいなと思います。ありがとうございます。それではもう時間もないので、そうですね、早速いっちゃいたいと思います。うん、もう曲紹介までいっちゃいましょう。それでは聴いてください。ブルーノ・マーズ・アンダーソン・パーク、シルクソニックでスケート。わあ、これ好き。
こや。はい、ただいま皆様にお聞きいただいているのは Bruno Mars & Soul Park Silk Sonic で Skate。 うん、もうかっちゃえな。入りのもこのバックサウンドにも惹かれますし、このアンダーソンバッグの曲キュアチェア、このアンダーソンバッグの入りがもうキュアチェア、テルテルテルムーンって言われるのもうそれも聞き入るしかねえですわ。キュアチェア聞き入るほかねえわ。はい、音楽的アンテナの高いランドプのリスナーさんはもう何十回も聴いている可能性なきにしもあらず、やはりこの曲も素晴らしいということで、紹介させていただきました。まあ、ブルーノ・マーズとアンダーソン・パークによるユニットシルクソニックのニューシングルですね。まあ、Leave the Door Open から、次にどんなのが来るかっていうことだったんですけど、またね、ちょっとこのアンダーソン・パークのドラムの感じも、ボンゴのここっていうのが後ろに入ってたりと、ちょっとクラシックな80年代強めな楽曲がまた来ましたけども、すごくファンキーでいいですね、やはり。この二人のユニット大好きです。私もぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。いいですね。今日はもう80年代って感じが90年代もう多かったですね、ちょっとオールドな感じで、いやいいですね、させていただきました、はい、ということで、はい、以上楽曲紹介が終わり、はい、もう早いですね。エンディングへと行きたいと思いますが、まあ、うん、今日のラジオいかがでした正直いかがでした。そんなことリキアさん言ったことないもうそのまま読んどるそのまま読んどるが俺いや頑張った方じゃないですか。いや頑張った方じゃないですか。頑張った方、頑張った方、いやも、うん、俺もっと押すかまたはめちゃくちゃ巻きまくって、うん、最初に言ったように15分ぐらいマジで空いちゃうんじゃないかぐらいな感じだと思ってたんですよ。確かに確かに正直。でもさっきの俺に切り替わった台本だと50分ぐらいにそれを言い出すぐらいだったんですけど、2分押しぐらいです今。おお、よかった。意外といい感じですか。意外とはい、はい、うん、まあ楽しかったですよ2人でもね。いや楽しかったですね。はい、ガンガン喋りましたし、いっぱい曲も聴いて、はい、いい時間だったんじゃないでしょうか。うんうん、そうですね。ということでこの生放送を聞き逃した方は、はい、ブロック FM のホームページアプリから今日の番組が聞けるのでぜひ、RMPG ドープステーションを繰り返し聞いてほしいなと思います。はい。ですね、最後にですね、はい、まあ、僕たちの新曲を聞いていただこうと思うんですが、はい、そうですね、これは翔平さん、どういう曲ですか？はい、先日ですね、8月11日に配信開始になった、自分と、あと、カズマさん、河村カズマさん、吉野北斗さん、そして藤原いつきによる、バイタルプロの、うん、TBCM タイアップに、起用させていただいた楽曲なんですけれども、はい、Living the Dream という楽曲でございまして、まあ、うん、自分たち、夢を応援する楽曲としては、Dream L だったりも、出させていただいたんですが、Dream L とまた違って、なんか近くで、こう、肩の力抜きながら、頑張ろうよみたいな感じの応援の仕方なのかなと思って、結構音の感じもチルな感じで、はい。行ったりしながらなんですけど、でもまた新しいなんか、令和の応援の仕方といいますか、うん。あんまり頑張りすぎなくて、一緒に頑張れよみたいな。うん、なるほどね。感じの応援ソングになっておりますね。はい、はいはい。はい。そんな肩の力を抜いて聴ける応援ソングということで、はい、この曲を配信させていただきました。はい。ということで、もう終わりになっちゃいます。次回の放送は8月23日月曜日、21時から22時の放送となります。来週も、はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい。それでは最後にですね、ザランページ from Exile Tribe Living in the Dream を聴いてお別れさせていただいた期待対応は、はい、最後にめちゃくちゃ簡単だった。ポンポンポン、はい、ランドブリスナーの皆さん、温かく見守っていただき、ありがとうございました。ありがとうございました。山翔平でした。バイバイ。楽しかったです。いっぱいつぶやいてね。バイバイ。